ザリトルオールドログキャビン・インザレインで使われた、付随静止画のディゾルブ効果の再現フェニックス型立体現闘機のイラストイラストレーテッドソングは20世紀初頭のアメリカ合衆国で流行したパフォーマンスアートの一種で生演奏と録音された伴奏にスライド映写された静止画が付随したもの。当初はボードビル、後にはニッケルオデオンで楽しまれた。 一曲につき12枚から16枚の静止画が使われ、静止画には歌詞を説明するイメージが描かれていて、手塗りで着色されたものもあった。映写には2台の幻灯機などでできた立体幻灯機が使用された。イラストレーテッドソングは、サイレント映画の上映前やリールの入れ替えの間に流されたが、場所によってはメインで流された。少なくとも全米1万の衝撃場で上映された。 イラストレーテッドソングは楽譜を販売促進するための重要な手段であった。観客の飛び入り参加も歓迎された。ロスコー・アーバックル、ファニー・ブライス、エディ・カンター、ジョージ・ジェッセル、アリス・ジョイス、フローレンス・ローレンス、ノーマタル・マッチなど、イラストレーテッドソングの歌詞を説明するモデルから世に出た映画スターも多い。最初のイラストレーテッドソングは1894年のザ・リトル・ロスト・チャイルド。 全米で200万部を超える楽譜を売り上げた。イラストレーテッドソングは最初のミュージックビデオと呼ばれることもある。ありがとうございます。